ブランムラのおばあちゃんたちは8人の高齢女性からなるロシアの民族音楽ポップグループである。ブランムラのおばあちゃんたちはアゼルバイジャンのバクで開催されたユーロビジョンソングコンテスト2012のロシア代表で最終審査で準優勝を果たした。バンドは8人のおばあちゃんたちで構成されているがコンテストのルールのためユーロビジョンのステージに登壇が許されたのは6人である。 彼女らは、ロシアのボルガ川とウラル山脈の中ほどに位置する、ウドムルト共和国のブラン村の出身である。グループは、曲のほとんどをウドムルト語で歌った。彼女らが他に録音した曲は、イエス・タデー、レッドイット・ビー、スモーク・オン・ザ・ウォーター、ホテル・カリフォルニア、太陽と呼ばれる星、リバース、である。グループは、 以前に2010年にロシアのユーロビジョンのソングセレクションに J という曲で参加して3位に終わっていた。彼女らはパーティーフォーエブジバディという曲で2012年にロシアのユーロビジョンソングセレクションに参加してロシア代表に再挑戦した。グループは最終的に38.51点を受けコンテストに応募していたユーロビジョン2008の優勝者ジーマ・ビラーンや 29.25点を受け2位に終わった TATU のメンバーユーリア・ボルコバのバックツー・ハー・フューチャーを抑えて優勝した。彼女らはアゼルバイジャンのバクーで開催のユーロビジョンソングコンテスト2012年のロシア代表となった。彼女らは2012年に得たお金はすべてブラン村の教会を再建するために使用すると述べた。グループは 最終的に259点を集め、優勝者であるスウェーデンの女性カッシュロリーインの372点に、ついで、コンテストを2位でを得た。彼女たちは、村で、自給自足の生活を送っており、家畜の出産やじゃがいもの植え付けで忙しいという、理由で出演をキャンセルすることもあった。ユーロビジョン準優勝後は、文化賞の大臣に招かれたリアキュからは、モスクワ、 ボルゴグラード、カリーニングラードでの出演が予定されている。中期ツアーは、不参加2011年11月27日の、ウドムルツカヤプラウダが報道するところによれば、ウドムルトの首相、ユーリー・ピトケビッチは、民族芸術への貢献を表彰する法令に署名し、その中の伝統民族文化のカテゴリで、グループのリーダーのオリがつく太良場が最優秀に、認定されている。 その報道から一部を引用すると、となる。これを訳せば、フォルクローレアンサンブルであるから、彼女らは、ウドムルト共和国の政府に、の名前で表彰されている。したがってこれが正式なグループ名称である。日本語での報道。ありがとうございます。